中国は11月3日夜10時54分、南部海南省文昌宇宙発射場から、運搬ロケット、長征7号海を使った、通信技術試験衛星10号の打ち上げに成功した。通信技術試験衛星10号は主に、マルチバンド高速衛星通信技術の実験と実証に用いられる。